皆さん、ビューティー体験へようこそ。セイドービューティーコンサルタントのミオです。ユナです。よろしくお願いいたしま す。本日のビューティー体験はこちら、マキアージュドラマティックカラーマスクをご紹介します。おすすめのマスクメイクも見せちゃいます。こちらのマスク、運命のカラーマスクっていう名前なんですよね、はい、こちらのマキアージュドラマティックカラーマスクは、瞳の色から導かれたパーソナルカラー発想とフェイスラインを綺麗に見せてくれる立体形状で、まるでメイクをしているかのように見せてくれるマスクになります、はい、全部で4色展開となっております。はい、ラベンダーとグレーとコーラルベージュとピンクの4色展開となっております、はい、4色あるんですけれども、ニュートラルカラーといってどんな方でもおすすめできるカラーマスクがあるので、そちらの方を先にちょっと私はつけてみましょうか。はい、ニュートラルカラーのピンクのマスクをつけていきます。はい、どうですか、つけ心地。つけ心地は、うん、フェイスラインにピタリとこう密着してくれるかのような気がして、はい、ちょっと小顔に見える気がするんですけど、はい、血色感がよく見えてすごくこう肌が綺麗に見える印象ですね。ありがとうございます。ちょっと肌色もちょっと気持ち明るく見えるかなって私的には感じてます、うんうん、私も早速つけますね、はい、私がグレーで、こちらもニュートラルカラーです、はい、いかがですか、つけてみて。つけ心地もいいですし、苦しくない。確かに呼吸しやすいですね、うん、そうですそうです。ニュートラルカラーなんでどんな方でも使えるし、私結構グレー好きなので洋服に合わせて使うのもいいかなと思います。この2色だったらどなたでも使っていただけそうかなと思うのと、いろんなメイクに合わせやすいかなと思うので、はい、私もそう思います。使ってみてください、はい、次がですね、パーソナルカラーに合わせたマスクを使用していきたいと思います、はい、私がつける方はブルベの方にこうおすすめのラベンダーカラーのマスクをつけていきます。感じです。あ、さっきと雰囲気が変わりましたね。ラベンダーカラー普段つけなかったんですけど、うん、つけてみるとこうなんか肌の透明感というかクリアな感じを私は感じました。ミオさんの大人っぽい雰囲気に合ってるなって感じます。ありがとうございます。ユアさんは。私はコーラルベージュを使用していきます、はい、こちらイエベの方におすすめのマスクになります、うん、すごい似合いますね。あ、ありがとうございますやっぱりパーソナルカラーに合っていると気持ちこと顔色が元気に見えるかなって思うんですけど、すごく自然に馴染んでとっても綺麗に見えます。ありがとうございます。今回せっかくならこうブルベの方におすすめのこのラベンダーに合うカラーラインをワンポイントでやっていきたいと思います。ユナさんはコーラルベージュに合わせたワンポイントでやっていきたいと思います。まず入れていきますね。はい、お願いします。はい、使用するアイテムお願いします。はい、こちらの資生堂メイキャップマイクロライナーインクの09番をつけていきます。まあ、全体につけると可愛い印象にはなるんですけど、はい、今回はちょっと簡単にできるということで、先に目尻側に3ミリほど入れていきますね、はい、まずちょっとどんな色か出していきますね、うん、こんな感じの深みのある紫のようなですね、そうですそうです。ちょっと今回マスクに合わせたので、はい、少し紫に近いお色をつけていきます。描いていきますね。はい、お願いします。はい、目尻から3ミリぐらい足すのがポイントになります。と下まぶたに入れていきます。はい、下まぶたもこのぐらいですね。目尻側、目の下に入れていくとちょっとこう潤んだ瞳に見えるので、こう色っぽさ追加されるのですごくおすすめです。ミオさんいつも下まぶたにもカラーライン入れてますもんね。はい、もう必ず入れてます。じゃあユナさんも。はい、私も実は今目尻に黄色いカラーライン入れたんですけど、いかがですか。でもすごいわかる。このマスクの色と合わせて黄色のラインを選んでみたんですけど、やっぱりちょっと目尻にカラーをのせるだけでも印象が違うかなと思います。なんか一気におしゃれになった感じ。 ありがとうございます。嬉しいです、うん、結構マスク生活が始まってから、うん、目尻でカラーで遊ぶっていう方増えてるように思うんですけど。そうですね、店頭でも結構カラーラインの需要が最近ちょっと増えてきてるかなと思ってて、お客様って今までカラーラインちょっとみたいな方多かったんですけど、確かにちょっと上級者な感じありますもんね。最近は結構もう色を楽しむメイクっていうのも流行ってるので、一緒に楽しんでこうマスクとメイクできるかなと思います、はい、毎日違う色で楽しんでもいいですね。そうですね、ぜひちょっとマイクロライナーインクもねたくさん、はい、種類がありますので、ぜひマスクと合わせてやってみていただけたらと思います。はい、メイク楽しくなりそうですね。そうですね、ぜひ揃えてみてください。はい、今回は、はい、マスクの紹介もアイラインの紹介もできたので、はい、大丈夫そうですかね。はい、バッチリです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。